立身政治部第3期生のですね、ただいまより終了式を行わさせていただきたいと思います。開会に先立ちまして、まず国歌の斉唱よろしくお願い、皆さんご起立お願いいたします。
使えるお金が。これ5000万もらったらもうせっかくつけた国会議員のバッジ何が何でも外さんとこうということで、ありとあらゆる人たちの要望、ああそらいいですね、わかりました、何でも飲み込んでしまう、もうぬめみたいなもんで、ね、どんどん飲み込む。で結局飲み込むと税金足りなくなって負担は納税者、こういうことになります。やっぱり既得権益打破、これはまあもう日本維新の会の考え方です。一部の人たちだけが良くなるんじゃない、やはり公正公平、納税者が納得できる税金の使い方に変えていく、そういうことをやると、そういう一部いい思いをしている既得権益の人たちからは反発あります。それは大阪なんて徹底的に反発をされています。今でも橋本知事時代、市長時代、今僕と吉村、もう大阪府庁、大阪市役所、プラカードを持たない人がいない日がないぐらい、松井やめろコール、橋本やめろコールでずっともうそういうデモがもう日々起こります。でもきちっとやってれば普通の人たち、納税者の皆さんは理解をしてくれます。この人たちはサイレントマジョリティです。目の前に来てプラカードは掲げません。でもやっぱり納税者として僕たちがどういう形で税金を使っているのか、これはきちっとチェックしてます。納税者をバカにしちゃダメです。そういう思いでこれから政治家をもし目指される方があれば、そのことは忘れないようにしてもらいたい。要は目の前の人たちだけ見るんじゃなくて、本当に今納税者がどう思ってるのかというところを見て、政治に携わっていただきたいと思います。まあ大体、今政治塾というと小池塾が主流ですけれども、まあ、小池塾がこれからどうなるのか、これはね、やっぱ政治やるためにはチームを作らないとこれできません。大阪維新の会も橋本知事時代、やっぱり大阪の税金の使い方を変えていこう、しがらみのないメンバー集めようと、出ないと大改革はできないということで、まあ2009年、スタートしたわけです。そして、まあ、大阪府議会、しがらみのない、不正やろうじゃないかということで大勢の仲間が集まり過半数を取りました。チームで過半数を取ったから大阪の大改革ができたわけです。要はまあどこどこの政党に足を置きながら、とにかく改革する人集まろうよという形で、自民党に所属してもいいよ、民進党でもいいよ、改革で、所属、そういう改革の根性ある人だけ集まって、そこそこそこに所属しながら集まってくる人は全て偽物です。当たり前です。そちらの政党の綱領、そちらの政党の理念、信条、政策がその人たちの基本なんです。自民党と民進党が政策、政治信条、理念、政策が合うわけがありません。その人たちの思いはそっちなわけです。そして選挙に有利だからという理由で、まあちょっと改革しますよ、手挙げて集まって選挙終われば母屋帰りますよ。母屋居心地いいんですから、それぞれの母屋に大きな既得権益の団体があるわけです。自民党は各種団体いっぱい持ってますよ。で、民進党はもう言うまでもなく官公労、ね、職員労働組合、この人たちはもう大きな民主党の支持団体、そこと手を組んと役所のお金の使い方なんていうのは見直せるわけがないんです。その人たちは税金で生活を楽にしたいから政治に、コミットメントしてくるわけ。そういう人たちのお世話になって、それこそ、役所の改革だなんて言うと、これはもう本当に、要は言ってることとやってることがバラバラになってしまうし、応援してる側もたまたまじゃないなということになる。まだ人としてこれはおかしい。応援させるだけさせて、
当選したらバサッと、こんなのは人としておかしいんでね。だから結局ね、まあこれから、政治の世界、もし皆さんどなたか行くんであればね、そのこの維新の会で維新政治部でこう頭に入れられた知識も大事だけども、今、まあ、キーワード4つほど言いました。とにかく、まずはね、まあもうやる気、本気度、覚悟、それから依存症にならない、そういうことをね、もう忘れることなく、政治にコミットしてもらいたいと思います。まあ、あのね、橋本徹も、まあ、僕もそうなんですけど、そのこれやることで、そのやる前と比べれば所得は下がります。でも、やりがいはあるんです。それは次の世代にやっぱり、あの時親父たちがやったんで大阪良くなったな、こう思ってもらえるというやりがい、まあその間は何十年もこんなことはできません。だってそのやめる方が楽なんですから。でもそのぐらいの気持ちの人が集まってこそ日本の、税金の使い方は変わります。ぜひ、今日ここで修了式を迎えられた皆さん、僕はいつまでやるか分からんけど、まあまだ、もう万博で、これはもうとにかくね、健康というテーマでやりますんで、まあ、100ぐらいまでは健康で生き続けたいなと思ってる。でその間、まあ、このうちのどなたかがね、国なのか地方自治なのか中心で活躍されると思う。まあその間そういう形になればきちっと、生きてね、サイレントマジョリティになって見てますんでね、ぜひそういう形を作ってもらいたい。まあだからこう言うの簡単、でもさっきの模擬議会でもね、最後言ったように言うの簡単ですけど、維新政治塾出て民進党から立候補するバカがいてますから、事実ですから皆さん、ぜひね、そういう今日の気持ち忘れずにね、政治と、の中で、活躍をしてもらいたいと思います。1年間ご苦労様でした。はい、続きまして塾長挨拶。もうね、もう議会から時間が押しとって、もう今で50分押してるらしいです。あれだけ時間を切りまくって、ここで自分が長いこと喋るわけにいきません。皆さん方に、まあ、一言二言、まあ、お願いとお伝えしたいことがあります。1年間、本当に、北は北海道から南は九州まで、大阪までお通いいただきまして、今日132名の方が、修了証書を手にされると聞いておりますが、皆様方のご労苦に対して、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それで今、代表知事の方からお話がありましたけれども、本当にその通りなんです。皆さん方は、他の事故と違ってですね、単に座業だけでなしに演説会とか実践にも参加していただいております。で今日議会、模擬議会を体験していただきまして、私が15秒だけ発言を許しますっていうことを2回言ったと思いますけれども、人間がこの一息で喋れるっていうのは、15秒らしいです。だいたい15秒で200字ぐらい喋れると。でそれで4倍ですよね。1分あったら起承転結の質問が1つできるはずです。だから質問時間10分って言われても、そこさえちゃんと整っておれば10分で10問の質問、まあ往復ではありませんけど片道はできると思います。だから、いろんなテーマ、憲法であってもね、社会保障制度であっても、あるいは教育制度であっても何でもいいんですけれども、皆様方が、この塾で勉強された、あるいはご自身がお考えになっておることを人の前で話す、その時はこの1分間15秒かける4倍、これが基本であるということをこれから実践していただきたい。でもう一つですね、今松井代表の方から話ありましたけれども、そういう覚悟を持って学んだことを実践していく、それが一番大事なんです。
もう40過ぎたらほんまどこの学校出てるとかね、何やってたとか関係ないんです。皆さん方の知恵とその力、思いの丈、実践にかけていくその熱情、これが人を動かすんです。人っていうのはほんまに、動かせるもんと思ったらダメですね。本当に動いていただけるもん、それはいつにかかって皆様方の覚悟と情熱です。なんぼ知恵があってもね、いい政策言ってても、ただそれだけでは、あそうですかで終わってしまいます。それを実践してこの大阪のようにやってきて、だから今全国でいろいろ大阪の教育無償化についてこう話をしてくれとかですね、あなた方が考えている積み立て方式、年金はどうなんや、今日の茂木議会でも出てましたけども、ああいう引き合いがいろいろ来て、で私たち維新政調会として手分けしてそういう説明に上がっております。で私たちが行く前に皆さん方が地域でそういう声を上げて運動して実践して実現していただいたならば、地域の方が理解していただくことはもっともっと増えますし、もっと深くなっていくと思います。それがこの国を地方から変えていくということにつながると思います。これから皆さん方いろんな場で活躍されることと思います。国において、地方において、議会において、首長において、いろんなところで頑張っていただきたいと思いますし、まだそうあらなければこういう塾をやっている甲斐もありませんし、皆さん方高いお金払って1年間通った甲斐も ないと思います。皆さん方の熱い思いをこれから、現場へ帰っていただいて実現させるべく、一人でもいいから、一人からでもいいですから始めてください。そしてぜひ私たちここにこの集った者の力の集結で地方から日本を変えていった、その第一歩が維新塾であった、そういう満足感を持ってご臨終いただけるように、松井一郎氏は120歳まで生きると言っておりました。100歳ですか。物理的に大体人間の可能を言ったら120歳らしいんですけど、ノアの箱舟のノアっていうのは700歳までいたらしいです。で皆さんの思いが700年後に通じるよう、これからのご活躍を申し上げまして、塾長からのご挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。はい、それではですね、まずはですね、今日修了式を迎えられた132名の皆様方、本当におめでとうございます。皆さん方の修了書においてはですね、最後の写真撮影後、記念員と一緒にですね、各チューターの先生の方から皆さん方に、手渡しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。132名の中から冒頭に申し上げましたようにですね、12名の優秀者を我々決めさせていただきました。その発表を今からさせていただきたいと思います。そのお名前の方はですね、その自席の方で起立していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは読み上げます。塾生番号5002番、藤井嗣也さん、はい、5003番平岡誠樹様、はい、5070番田中清子様、はい、5075畠山正樹様、5082番沢田亮様、はい、5119番寺前隆文様、はい、5124松尾翔太様、はい、5141久保由香様、5144松木修一郎様、はい、5166本田隆典様、はい、残りあと2名、おられます。都合により、名前の方はさせていただきます。以上12名でございます。できれば拍手のお願いしたいと思います。はい、それではですね、その優秀賞のですね、
表彰状をですね代表いたしまして松木雄一、周一郎様に、浅田塾長の方から、この壇上の方で手渡していただきたいと思いますので、壇上の方にお上がりください。表彰状優秀松木周一郎殿、あなたは第三期維新政治部において優秀な成績を収められましたのでここに表彰します。平成28年12月17日維新政治部部長を務めます。はい、おめでとうございました。それで、すみません、松木さんもそのまま残っていただいてですね、浅田塾長は講談をお願いいたします。すみません。それではですね、今回の第三期生のですね、塾生を代表いたしましてですね、松木雄一郎様の方からご挨拶願いたいと思います。受賞された皆様方ご着席ください。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、松木周一郎でございます。塾生を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。この1年間諸先輩、諸先生方また皆様には大変お世話になりまして本当にありがとうございました。ご縁があり維新政治塾に参加できたこと、また無事に卒業できましたことをもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。改めてお礼申し上げます。日頃漠然と考えていました、経済社会や、国際関係教育等に関する諸問題を講義で学びまして、具体的なテーマに沿って集団討論できたことは貴重な体験となりました。また、街頭演説では道行く有権者の方に興味を持ってもらい、分かりやすく政策を語ることの難しさを、痛感いたしました。自身の主張を他人に理解していただくことや他人の主張を努めて理解することについて重要性を学べたことはこれからの人生において本当に基本のこととなると思います。ところで私事でございますが、先月、結婚いたしまして、安倍の国にて初代を持つことができました。さあ年始早々に、私の父から、今年は本当にもういい加減にしろと、言われておりまして、そういったことも、政治塾に参加卒業してですね、所在を持つことで、父への一つの大きな回答になったと思います。人生選択節目といいますが、高校卒業することや、物事に能動的に取り組んでいくことが、本当に大事なことだと思います。今改めてなぜ政治塾に入りたかったかを自問自答いたしますと、やはり自身の能動的な選択でありました。私たちの将来の地域、それから国家全体の経済社会を豊かなものにするために、みんながそれぞれの役割を果たしていく必要があります。私自身もその一人としてしっかりと参画していきたいと思います。本日は卒業式ですが、これは一つの契機、通過点としての位置づけであります。私たちはこれからが本当の新しいスタートだと思います。結びといたしまして、諸先生方におかれましては、ますますのご活躍とご発展を、また皆様のご転校を記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。はい、どうもご苦労様でございました。それではですね、写真撮影に移らさせていただきたいと思います。各グループ単位ですので、まずA チームの皆さん方が壇上に上がっていただいて、で、名誉塾長の松井
名誉塾長と塾長の浅田さん真ん中の方に立っていただいて、で、松井塾名誉塾長と浅田塾長各部の形で A チームの皆さんがこの壇上に上がっていただいて集合写真を撮らさせていただきたいと思います。あの他の皆さん方少しその場でお待ち願いたいと思います。で A チームの皆さんが撮影終わりましたらですね、この会場を出た受付のところで中途の皆さん方が皆さん方の終了書と記念碑を用意しておりますので、そこで受け取っていただいて、その後お隣で懇親会開催いたしますので、そちらの方に流れていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。でマスコミの皆さん方、あのアウトしてください。はい。